赤目カ,カブトトカゲはトカゲカカブトトカゲ属に分類されるトカゲ。別名メベニカブトトカゲ。インドネシア、パプアニューギニア全長15から20センチメートル。和名の通り生態は目の周りが赤やオレンジ色になる。胴体や四肢の鱗も大型だが皮膚が露出している部分も多い。尾にはやや針状になった鱗が並ぶ。発生期間を持ち泣くことができる。 熱帯雨林の臨床に生息する。夜行性で昼間は落ち葉や倒木の下等で休む。水辺を好み水中で水浴びすることがある。食性は動物食で昆虫類、節足動物、カエルの寄生、メダカなどの小魚等を食べる。性格は臆病で飼育家においても人前に姿を表すことは少なく、基本的には隠れている。 天敵が現れた際は硬直して動かなくなる。威嚇の際に生態から鳴き声を発することがある。繁殖形態は男性で1回に1から3個の卵を数回に分けて産む。ストレス等で尾の地切れをすることがある。パプアニューギニアの切手のモチーフとなったこともある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。以前は カブトトカゲ族の別種元イカブトトカゲの名前で紹介されたり流通していた。以前は輸送状態が悪く状態を崩している個体が多かったことから飼育の難しい種類とされた。近年は輸送状態も改善されたため以前に比べて飼育は難しくはないと思われる。高温に弱いとされていたが極端な高温はともかくとして逆に低温には弱い。 また皮膚が露出しているため乾燥には弱い。飼育か繁殖は確立されていないものの、日本国内でも飼育か繁殖例がある。ありがとうございます。